はいどうも、昨日のチャレスタのボーダーがエグすぎたミストです。はい、というわけでね、本日はですね、動画の趣旨から言いますとガチャ券ぶっぱのお時間ですということでね、やっていきたいと思います。まあ本日の14時からですか、ビンゴチャレンジだったり、まあ選手オファーだったり、このグランドスラムガチャが来たということでね、まあビンゴチャレンジはまあ早急に終わらせるとして、まあこのグランドスラムガチャね、まあ引くのはちょっと石に負担がかかるということで、これが来たと同時にガチャ券を使ってね、このバナー内の有能キャラをね、引いていけたらなというふうに思っております。はい、それが狙いですね、今回の。ガチャ券はね、こういう時のために取っといた方がいいです。このグランドスラムとかが来たタイミングでね、使うのが非常にベストだと思うんでね、引いていきたいと思います。で、狙いとしては、そうですね、本当に、このバナー内だったら全員当たりですし、今は、まあ、やっぱりこの円卓のキャラも出てくれると非常に嬉しいかなと思っております。なので、この計8体、狙っていきたいですね。岸田をまだ持ってないっていうのと、ユニビビも持ってないんで、まあ、そのあたりが出てくれたら嬉しいかなと思います。ガチャ券は S ガチャ券が3枚、20% ガチャ券が1枚、30% ガチャ券が1枚。で、円卓高校のガチャ券もおまけで引いていきたいと思います。で、さらにおまけで、ハッピーマンデーもね、引いていけたらなというふうに思っております。では、行きましょうか。PL ガチャ券は一気に引いちゃいます。ここでは、何でしょうね。最近全然ガチャ引いてないからな。円卓以来は引いてないですね、ガチャは。さあ、何が出るかな。立川いいね。水木っていう旧キャラが出ましたけど、まあ立川は全然当たりかなと思います。では 20% から行きましょうか。パーチクで最近出てないから、ちょっと出てほしいですね。赤、まあ、国樹とか出てくれたら嬉しいですよね。PR でも。PR でも、なんか若干似てなくも、20% くらい似てますね、顔が。いや、論外だな。さあ行きましょう。30%。ここは来てほしいな。頑張れ、頑張れ、頑張れよ。そこは頑張ろうぜ。さあ。はい、お疲れ様です。では、SR ガチャ券行きましょう。こっからが本命。行きましょう。限定キャラを射抜こう。Here we go! さあさあさあ。ユニビビ欲しいな。ユニビビ欲しいな。これはちょっと、これは笑うわ。こいつ急に出てくると笑うわ。はい。もう元祖、ナンバーワン彼女ですからね、皆さん。こいつがナンバーワンの時代もあったんですよ。ゲームイーさんの評価で10点がついた時がありましたからね。さあ行きましょう。頼む。有能どころ。きらめき。おいー、びっくりした。そうだ。久々のガチャだから。これで PSR 出ることはないですね。きらめきに変わるのか、それとも、デッキ入りするのか。これ、これは動画としては最高の結果だな。これ動画としては、素晴らしいですね。ここまで来たらちょっとね、期待したいよね。ターキーを。コフでターキー。行きましょう。嘘だろ。100何キャラいる中で被る。来い!せめて有能。お願いします。バナナに出なきゃ意味ないから、グラスラとかの。そのための今、引く時!うわぁ。なんとも言えない中能が来ましたね。では、円卓高校ガチャ券。これ大事に取っておきましたけど、今引きたいと思います。これは一気に行っちゃおうかな。どうしようか。一枚ずつ行くか迷うな。いや、一気に行こう。狙いは、もう PSR でしか、ちょっと欲しいとこはないですね。まあ、アーサー出ればいいんじゃないですかっていう感じで行きましょうか。ガチャル。おし!お!あるよ!頼む!ここで PSR マジでかい!来い!あー!マジか!いや、あり得るでしょう。ワンチャンあるでしょう。さあ!ドーン!まあ、出ただけ。
出ただけマシか。クネミアっていうのがちょっと何とも言えないところですけど、でもまあなんか覚醒とかしそうですしね、今後。まあ、PSR 用に取っておくのはいいかなと思いますが。いやー、今 PSR 引けてたらな、マジで。クネミアの PSR でも全然嬉しかったけどな。くそー。まあまあまあ。これはしょうがないですね。じゃあ最後の最後のおまけで、ハッピーマンデーいきたいと思います。出るか出るんじゃないこれ、ググってよ。出る出ない。さあ、何ですか？おぉ、普通に強いキャラ出ましたね。はい、というわけで、ミキサーはちょっとやめときます。異能の解放だけしましょうか。これ動画上でかなり異能を食わせてるんですけど、全然上がらないんですよね。ちょっとここそろそろ上がってほしいっす。46で、まあタックボランスか。まあ、その、今後輝くキャラかもしれないんでね、一応。うん。タックが変化キャラで一番強いキャラでもありますから、ここまでいけばね。うん。まあ、ちょっと期待していきたい。そろそろ上がるだろう。多分 PSR に SR3、4連続は失敗してるんで、多分行くと思う、これは。お願いします。必然の断り！おい、ふざけんなよ、マジで、お前。全然上がんないんだけど。というところで、まあ、他はちょっともう、残念ながら、ないという感じですけども、アンパンがいたんで、ちょっと、食わしておきますわ。はい。いやー、そこは上がってよー。というわけで、収穫はきらめきといったところでしょうか。まあ、しゃーなしですね。はい。うん。そうですね。はい。で、明日かな？チャレスタの結果発表はいつ来るんでしょうか？明日でいいんだよね、これ。はい、というわけでね、チャレスタの発表が明日来るということで、そちらでね、また、500以内にね、入ることができたので、また PSR ガチ券を3枚ほど引いていきたいと思っております。まあ、そこで、有能を出すしかないですね。うん。かなり、出るキャラは、確か渋かった印象があるんですけども、もう見れないかな、ちょっと。見れなそうだな。どっから見るのかわからないんで、まあ、それは明日のお楽しみということで、まあぜひ待ってもらえればなというふうに思います。で、サクピーダウンも来たんで、ちょっと久々にね、厳選の方も再開していこうかなと思っております。円卓では、ちょっと投手、先発 SS3 を作れるように、立ち回って、で、エビルではもう PG ランクの選手をね、そろそろ作りたいなと思っております。はい。結構やってない中ね、立ち回りの勉強とかもさせていただいたので、まあそれを皆さんの前で動画としてね、見せることができたら嬉しいなと考えております。そんなところですかね。結局あれだよね、ハロウィン何も来なかったっすよね。ハロウィンで、まあ、前自分動画出したんですけど、別バージョンのキャラが出たりするのかなって思ってたんですけど、まあ、そんなことは全くなかったということで、パワープロはハロウィンからちょっと離れてしまったのかなと、うん、ちょっとそこは残念でしたけどね、うん。そうだね。こんなパワープロセレクションなんか出してる暇があったら、ハロウィンガチとか出してほしかったなと、個人的には思ったんですけど。うん。という中で、こうなってくると年末までね、おそらく、でかいガチャは来ないと思うんで、まあ、石のね、貯蓄期間に入ることをおすすめします。はい。グラスラは最後に、マジで引かない方がいいと思います。はい。5回目で PSR 確定ですけど、まあ、1、2回目で出ないし、3回目、4回目でもそんな良くないんだよね。はい。
3と5回目しか確定じゃないっていう、まあ、闇のガチャになってるんで、まあ、これは引かないことをお勧めします。まあ、どうしても国樹とかね、佐伯の解放したい人は引くのはありかなとは思うんですけども、まあこれ引くくらいならね、年末まで石貯めたいのがいいと思うんで、はい、っていう個人的な意見でございます。はい、そんな感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。まあある意味面白い動画が撮れたんじゃないでしょうか。ぜひチャンネル登録とね、高評価お願いします。では失礼します。 See you.